まあ、本当にこうたくさんの成果と逆にたくさんの課題、そういうものが手に入った、まあ、2017年のシーズンにふさわしい大会だったなとそう思います。課題を克服し、まあ、成果をどう伸ばしていくか、まあ、本当にこういろんなものがすごく評価できる部分と、やっぱりこういう、まあ、10試合、まあ、皆さんの目にどう映ったかですけども、やっぱり工業的っていうかイベント的にはやっぱりこういう試合、判定の試合が多い大会だとやっぱり10試合ちょっと多いなと、まあ、プライドの時代この前もびっくりしたんですけど、プライド1って6試合なんですよね。1997年の、スタートの時は6試合で、プライドやってる時は基本8試合をベースに試合を組もうと、というのはやっぱり人間の集中力って2時間半から3時間が限界だと思うんですよね。まあ、休憩インターバル、今回も地上波の問題があって、少し取れるか取れないか微妙なところだったんですけど、まあ、無理して取りましたが、まあ、それにしてもやっぱり考えさせられる部分、その辺のところは一つ大きな課題かなというふうに思います。まあ、それと各選手たちにも、まあ、それぞれのテーマと、まあ、そのテーマに向かって実行していく行動力というか、選手たちにどんな試合をしてほしいかということは僕ら常々話をしてるんですけど、まあまあまあ、そういう中でリングの上でそういうものが実行できる選手と、やはりまあもう少しファンの求めるもの、今の自分の置かれている立場、何を見せなくちゃいけないか、お客さんたちがいての自分たちだ、みんなにも記者の皆さんにもお話したかもしれませんけど、僕のらの最終のジャッジメントはプロモーターもそうですし、選手も最終のジャッジメント、ジャッジはお客様の反応だと思います。プロである以上、勝ちたかった、個人的に勝ちたかった、だから一本取りに行けませんでした、だったら自分の家で試合してやればいいじゃん、お客さんが求めるものを実行できるかどうか、僕らはもう本当にライジンってそういうものが実行できる選手たちにキャリアがあるとかキャリアがないとかじゃなくて、それを実行できる人たち、そういう選手たちとやっぱりこうライジンという舞台はですね、熱を作っていきたいな、まあ、言うのは簡単、実行するのは大変でも、まあまあそういうこうやっぱり高みを目指したいし、プロモーション、各世界中にある団体の中の順位決定戦に僕は基本ライジンは向かいたくないと思ってるんですね。各階級のベルト、アミラルワッバリがベルトベルトって言ってましたけど、いやいやベルトって言ってグランプリが僕らの競技会、世界のフェデレーション、サッカーでいうとこのチャンピオンズリーグになるようなグランプリを一つのフォーマットにして今年も進みますから、階級のチャンピオンベルトどっか他のプロモーションに行ってどうぞ取ってきてくださいっていう感じです。ライジンにはそのベルトは今ないですから、だからまあもっと選手たちとも僕らもそういうところの意識の共有というか、我々が何を目指したフェデレーションなのか、本当に3本の矢っていうことも含めてですね、これはファンとも共有したいと思ってます。本当に未来に向けてのこの、総合格闘技界の、フォーマットとして競技会を一つ成立させたい、これがグランプリです。これは僕らは未来へのチャレンジだと思っていて、世界のプロモーション、 UFC を筆頭に世界中に数多とあるプロモーションのトップアスリートたちがライジンのグランプリでベルトを取るんだ、グランプリで優勝するんだっていう、そういうこう一つ未来に向けたこう提言を、そういうチャレンジをしていく、まあ、今年もグランプリを男子もやるし女子も今年からスタートします。これが一つ未来を作っていくための一本の矢、もう一つが完結をする、いろんな選手たち、まあそういう中でいうと今回でいうと川尻の試合とかはそういうものに入ってくるんだと思うんですけど、やっぱり選手たちが一つこうこの舞台というか格闘家としての
ターニングポイントを迎えるようなね、そんな舞台を一つ作っていきたいってことと、あとは未来に向けた新しい息吹を送り出していきたい。だから、野沢直子さんの娘さんの、真珠オークライアー選手、まあ、彼女のプロとしてのデビュー戦を近々予定をしてるんですけど、トップアスリートだけが集う場所じゃないんです。ここはやっぱりデビュー戦って一生に一度しかない、そういうタイミングを僕らがいろいろ作り出していきたいし、まあ、ここまでもそういうチャレンジをしてきたと思いますが、もう一回自分たちが掲げる理念と、哲学をやっぱりしっかり選手とともに染みさせるっていうか、選手に染みさせてってるつもりなんですけど、まだ甘いなっていう、うん、まあ、ここの舞台に上がってきて何を求められてるかっていうことを分からずにこの舞台に上がるってことはもうないようにしたいと、そんなふうにこれは一つの課題です。成果としては今回日本人選手が全勝しました。まあ僕ら昨日の会見の前、昨日公開球場の前にもルールミーティングの時にも選手に言ったんですけど、もちろん選手たちは勝ちにこだわると思いますけど、勝った負けたは二の次なんです。本当にここで何を見せるかということを、勝ち負けは僕ら次の選手たちに、僕らがプロポーズするというか、次のオファーをするということのクライテリアというか順位でいうと、勝ち負けよりも先に試合の内容評価、勝ったから次のオファーが来るっていうのは他のプロモーションに行ってもらえばいいことで、僕らはそうじゃないっていうところを、まあ、もう一回選手たちともしっかり向き合っていく中で意識してもらいたいなと、そう思ってますが、それ以上に有言実行というかですね、僕らが求めるものをきちっとリングの中で表現できた選手、それはキャリアが2試合目とか3試合目とか、アマチュアの時に戦績がアマチュアとしていい戦績があったとかなかったとか関係なく、実行できた選手たちもたくさんいたんでですね、まあ本当にそういうところで言うと将来が楽しみだなというふうに思う成果も手に入れられた。まあ横浜アリーナに個人的にはですね、プライドの時代も後半は埼玉スーパーアリーナに、大会を開催する機会が多くてですね、横浜アリーナさんになかなか戻ってこれなかったのが、久しぶりにやっぱり横浜アリーナに戻ってきてですね、よかりいいなというふうに思いました。いろんなものがコンパクトにまとまってるんで、あっち行ったりこっち行ったりも非常に楽でですね、プライドの時代より10年ぐらい年を取ったもんですから、動く距離がとっても短くて、コンパクトにまとまって非常に便利な、そしてまあリニューアルされて素晴らしい会場だなと、格闘技に向いてるなというふうに改めて感慨深い思いを持った、そんな、総括であります。すいません、あとは質問に答えます。